ついにマイナスショー、新宿歌舞伎町へ。いやー、歌舞伎町とか用ないんで、まあ、来ないよね。いやなんかね、太鼓やりに歌舞伎町来てんのがなんか面白いですけどね。いやだってもうホストとかさ、そういうイメージしかないじゃん。まあ用ないよね。あとはもう警備員の人とかめっちゃうろちょろしてて、まあ大半がね新宿住んでないからね。なんか他のところからフラーってやってきてみたいな、そんな感じですよ。地元の人はそんな集まんないじゃないかな。で今回のゲーセンね、過去に来たことあるんですけど場所を忘れたな。ちょっとマップ見ます。みんなその辺でタバコ吸ってる。くせえ。あったあったあった。あ、こっち UFO キャッチャー専門店。今回その横、ゲームプラザガオ歌舞伎町です。いや誰が好んでこんなとこ来るのか分かんないですけど、ちょっと周りの風景も少し映すか。はい、こっちがゲーセンで、周りこんな感じです。まあ、平日なんでね、そんな人いないですね。手前なんとね、太鼓ここにあったんですよ。移動されてる。ここにあったんですよ、昔は。もう3年ぐらい前かな。その時に、ね、シンガリオ転生を一発電流しました。それしか覚えてない。いやー、綺麗になったな。これ可愛い。歌舞伎町にちょっと似合わないけど。で、なんとここにあった。4曲、いや200円かい。200円かい。でも前100円でしたよ、こう。100円4じゃなかったっけな。で、この手書きがいいね。無印筐体。で、シリアルナンバー。隣に段ボール。マイバチだ、すげえ。こっちも細っ。ここが白い。じゃあね、やりたいと思います。いやー喜んだんだけどな。200円か。ちょっと、なんだろう、なんて言えばいいんだろう。ふにふに。左口がちょっと弱い。気のせいかも。入る入る。ちょっとあの1回じゃ分かんなかったんで、もう1回確認。あー、これね、多分リミット値が高い。店内にぎやかで、まあメンテは 2P の方がいい。で、なんとそこに踏み台がある。なんで？あれ踏み台かな、太鼓の踏み台かな、ちょっと分かんないけど。ガオ歌舞伎町。めっちゃ曲がってる。あのバチ使った感じ、公式マイバチみたいだった。めっちゃそっくり、使いやすくて草だった。お、
俺の好きな商品があった、ペペロンチーノ。これね、ラーメンでもね、パスタでもね、選べるんですよ。ほら、これ好きなのはラーメンですね。おー、これかわいい、シマエナガさんですね、さん付けみたいな。でこれすげえ、マルちゃん製麺、なんだバニーティーポーチ、ポーチですね。え、白い変人があった、あ、小指とか。え、すげえ、でもめっちゃむずそう。いやこれむずいでしょ、どう考えても。うまいけどね。え、これもすげえ、お味噌汁5種セット。やっぱ歌舞伎町だから、あのお酒飲む人多いじゃないですか、だからかね。すごっ。お、これ100円サンプレーだって。ちょっとやるか。え、お、お、すげえ、え、そこまで行く。次は2個取りだ、行け、ゴー。まあ、そろそろ歌舞伎町が、あれだね、おかしくなる時間になるよ。まあ、それが通常か。でもこれ取れてもちょっと3個だな。いけー。あー、1個だったよ。でもさ、こう見るとさ、夜食の人たちに丸見えだよね。で、なんと太鼓以外の音ゲーはなかった。あの回しかなかった、1回しかなかった。じゃあね、ちょっと隣の洋キャッチャー専門店も見るか。で、いいのあったら紹介します。100円で始まるワクワクドキドキ最大級。看板が暗いね。省エネかな。すげえ、昆虫食ガチャ1回1000円。これも気になる。これ300円。いやー、こんなの見て買う人いいのかね。罰ゲームですね。これすげえ、すげえ、電動キックボードもあった。でもちょっとね、200円だし持って帰れないな。いや、さっきの店なんか闇を感じた。なんか張り紙がしてあって、なんか両替中でも店員さんが手直しする可能性があるので、両替するときは店員さんに言ってくださいで、張り紙と、あと任天堂スイッチがあったんですよね。200円プレイでこれなんですけど、なんか、置いていいのかな、置いていいのか。でもなんかこっちの方であんまないから、結構闇だなと思いました。で、あとはこの景品ね、200円でゲットしました。他にはなんか漫画何巻から何巻までのなんかバスケのアニメの漫画とかあって、まあ結構変わってて面白かった。まあそこまで闇じゃないか、さっきのスイッチは。でもびっくりしたよね。だってヨーキャッチャーであれを取ったらさ、スイッチゲットになるんだもん。ってことで、もう来る機会ないと思うんですけど、まあ楽しかったです。ではご視聴ありがとうございました。